はい、おはようございます。スタディオバレー8日目やってきます。つうわけで、昨日ちょっと見忘れていた天気予報、雨。新しい視聴者が来てくれたようです。で、俺のことかな。いや、自然と暮らそう。はい、今日も皆さん、今日、ほうほうほう、柵は、なるほど、作った方がいいんだね。ただ、木は壊れるのか。あ、なんか手紙来てる。あれか、セールスかよ。キッチンがあれば料理を作れる。そうだ、キッチン欲しいよっていうか、8日間まともに食事をとっていない俺はどうなってるんだろう。まあ、とりあえずやっていこうか。と、今日も昨日の続き、この辺りもうちょっとね、広げて、でら、お金を稼いで、鳥小屋を作る。ます。鳥小屋作るまで、まだあとどれぐらい時間かかるかな。とにかくね、材料。で、ここは育ってんだか、育ってないんだか、育ってないんだよね。育つといいんだけどな。まだまだ先っすね。さあ、水もあげて。よいしょ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 。いろいろやることいっぱいっす。本当にやることいっぱいっす。本当、スプリンクラー早く欲しい。水やるのがすごいめんどくさいっす。マジで。そして効率、もっと効率よく水をやれる方法って、それはスプリンクラーの前に何かないのかな。本当にこう、ジョロであげんじゃなくてさ、こうホースでザーッてやるとさ、せめてバケツでもいいよ。ガガッと投げるように、スプラトゥーンのバケツみたいにザバーッて感じで水を、で、お金も手っ取り早く貯めちゃう方法ないのかな。家を担保に銀行からお金を借りる。それもまずいな。なんかないかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ。もう体力がないよ。一日ね、そう、満足に働けるだけの体力がないっつうのも、体もっと鍛えた方がいいよ。いや、俺も多分、一言言えないだろうな。1時間ぐらい働いたらもうぐったり、1時間じゃ無理だよ。こんなね、木を切ったりとか、いや、ほんの数分で木を切り倒せるってあたりがすごいよね、この人。すごいすごい。すごい。体力ないなんて言っちゃってごめんね。すごい、本当にこう一瞬で木を切り倒してるっていう。マイクラのね、彼もすごいけれど、スティーブもすごいけど、こいつも強いな。さて、んでけど、まだ全然足りません。特にお金。けど体力全然ないわ。もうやれない。はい、じゃあどうしようかな。そうだ。ちょっと、今日は、作れるもの作ろう。一応持てるだけ持ってみて、それで、とにかくね、石が72。とりあえずね、あれ作りたいんで、あれあったあった、キャンプファイヤー。これでさ、あ、持てない。どうしよう。これ捨てるわけにはいかないし。ジオード。これ。粘土。粘土かジオード、どっちか捨てよう。一旦ちょっとこう地面に置いておくとかさ、これキャンセルできないのかな。今作るのキャンセル。できない。ジオード。捨
捨てよう。捨てちゃった。でだ、しょうがない。キャンプファイヤーってやつを、あれ？受けないよ。あれ？あれ？置けない。あ、間違え。こっちか。キャンプファイヤー。どこか、この辺りに。この辺りでいいか。ほい。あ、置けた。おー。よし、これでこの松明はいらなくなるな。オッケー。で、この松明、家の中にでも置いとこう。あれ？松明。何やってるんだ。松明を置きたかったら、拾いたかっただけ。ちょっと邪魔だから、返す。取れない。あれ？あれ？取れない。これで。よし、取れた。で、家の中が真っ暗だから、松明家の中に置いてくるかな。うん。じゃあ、松明をとりあえずどのあたりに。あれ？このかまどって、火つけられれば。じゃあ、松明いらなかった。うん。危険だったしね。松明家の中に置いたら、こう、家が火事で燃えたとかさ。まあいいや。はい。さあ、じゃあ村行きまーす。もう行って大丈夫。やり忘れないね。体力ちょっと少なすぎるのが気になるところだけど。それで、あ、この辺りで拾えるもの。はい、いただきます。この花もいただいてます。売りに行きます。あとで。うん、いいね。これ、少しでもお金を稼ぐ。小銭を稼ぐ。大事です。そう。で、また何やってんだろう。水曜日にまた誕生日がある。はい、わかりました。チッス。これだよな。おお、一緒っすね。はい。アビゲイルさん、休憩ですか。一体何を悩んでるんだ。さて、どうしようかな。そうそうそう。なんか、食べ物。なんか食べてみようと思うす。うん。嫌ですね。なんか食べると少しでも変わることとかあるのかな。ここで、ちょっとお金節約したいけど食べよう。サラダ。スパゲッティ。うん、やはりでも炭水化物、重要。うん、スパゲッティでいいよ。パンよりはスパゲッティ。うん。で、これで、よし。ここでは食べれない。じゃあ家で食べます。家で食べるっす。ここにいるのは、はい。疲れてるように見えるんだな、きっと。頑張るっす。今日これだけでもあったようにね、午後2時っていうのも。やだなぁ。なんかこう、1日がね、過ぎるのが早いよ。よし。で、さっき取ってきた花を預けて、これでまた少し小銭稼ぎ、519しか送れないし、あ、そう、食べなきゃ。食べるっす。いただきます。うん。すげえ。一口で皿ごと食べたよ。さて、体力少し回復したのかな？もうちょっと回復してほしかったな。まあいいや。つうわけで。やっぱり早いところ、家にキッチンも欲しいわ。家にキッチン作るのと、鳥小屋作るのどっちが先なんだろう。多分鳥小屋だよね。けど4000食べるのきついな。きついな。だってまだ519だよ。無駄遣いするべきじゃなかった。悩みどころ。まあ木を切って、どうやったらあと3500お金を貯めることができるんだ。なあ、そうっすね。頑張ってお金貯めなきゃ。
掘り小屋。うん、これこのゲームさ、期間とかあるのかな、あの1年間の間に何とかしなさいとかそういうやつだったらもう8日、まだ8日間か、うん、そういうのだったら非常にこのペースだと遅くて何もできないような気がしてきた。そしてゲームオーバーってあるんだか、うん、ちょっとやっぱり前知識なしで挑むっていうのはきついかも。少しなんかちょっと、攻略サイト見たり、動画見たりし、あ、持ち込んだいっぱいです、うん、あ、体力もない、帰ろう。あ、つうか持ち物ちょっと預けて、なんか落ちてるもの拾わないと。うん、石も全然足りないし、お金も足りないし、あ、いつになったらできるんだろう、いつになったら鳥小屋できるんだ。よし、拾った。 OK、よし、で、あ、もうダメだ、歩けない、あ、ダメだ、寝よう。今日も5時50分、早い時間に寝ます。寝るっす、お疲れ様でした。うん、ちょっと攻略サイト見たりし、他の人の動画見たりしてちょっと勉強します。というわけで、まあ、今回はこの辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。